こ結構来ます。いいですよね。そこすごい。ないですか。はい、全然これでも大丈夫ですか。うん、はい、この辺のグニャグニャもなくなりました。うんうんうん、やっぱ全体しないとすぐ戻っちゃうんで、うん、ちょっとないですか。はい、全然これでも大丈夫ですか。うん、はい、ちょっと痛いけど、ちょっと痛い、まあ、まあまあ大丈夫だった、まあまあお尻の張りが取れると腰の辛さも減るんで、うん、結構あれですかね、座ってること多いですか。そうなんですよ、うん、座ってることが。それもそうなんですけどやっぱちょっとそうですね、あの、うん、トップの、まあその S 字のカーブが背骨割るっていうのをお聞きになったことありますかね。いや、S 字のアーチっていうんですけど、うんうん、やっぱあのこの辺にとあの後腕が来ててほしいんですけど、うん、後腕のトップこの辺なんですね、うん、ちょっとやっぱ丸背中が円背っていうんですけど、うん、ちょっとおっしゃるように猫背にちょっとなっていますね。きついですかね、うんうん、やっぱすごい張ってますね。あ、うん、で多分今触った感じ、うん、肩首は後ろの方はそんな凝ってなくて、うん、多分この前、こっちほぐしてあげた方が嫌な感じですよね。はい、今ちょっと痛いと思うんですけど、うん、そうなんですよ、まあ、背中側はもうこの、うん、この肩甲骨の方から下って感じで、あ、うん、腰の方まで、うん、逆にこちら側は、うん、あんまり本来の位置から前の方に滑り込んじゃってて、うん、はいはい、緩んじゃってる感じですね、むしろ、うん、カチッとしてる感じじゃないけど、その奥は凝ってますけどね、はい、ちょっとだからあのやっぱり姿勢が良くなくて出てるので、ちょっとこう全体的に取ってあげないと楽になってこないですよね。なんか短時間マッサージ受けてても、うん、あんまりほぐれないですよね。そこすごい。すごく痛かったですね。ヨアちゃんのマッサージもすごい痛がってましたもんね。ヨアちゃんのはすごかった。痛がってるじゃんとか言ってコメント欄が荒れましたから。じっくりやりたいぐらいな、うん、結構全身が張ってます、うん、またじゃあ時間そうですね、ぜひ、はい、今日30分ですけど、うん、結構30分は短く感じますね。あ、そうですね、うん、本当足裏から頭まで胸もあの、うん、あの前ももとかもやった方がいい部位なんですよ、はい、ところ、はい、膝上ですね、はいはいはい、絶対そっちも張ってるので、あ、少し痛いですね、痛いですね、あの、うん、本当かなり全身割り割りというか、あ、うん、そうなんですよ、割り凝り結構激しいですね、うん、激しいです、うん、
結構もう倦怠感出ちゃって、やる気しなくなっちゃったりありませんか？なんかもう慣れちゃってるか、この状態に。ああ危険ですね。慣れるのも怖いんですよね。背伸びますからね、これで。曲がっちゃう癖があるので、ちょっと気をつけてやってあげないと、まあ、効果的にできてない状態になってしまうので、ストレッチもちょっと方向とか、あとやりやすいやつやるんじゃなくてやりにくいやつやるようにするとか、ちょっとポイントありますね。足首がでも良くない感じすごいしますね。内側に入っちゃう感じ。うん、そうですね。そこ結構きます。こう異形のラインなんで、まあ足の疲れもそうなんですけど。ああ、すごい。今までで一番結構きますね。はい、あ、その辺は大丈夫。大丈夫。そっちの方が。ここ足三里っていう、あの。はい、万能ツボの一つですね。すごい効果的な、夏バテの時とか胃もたれの時とか、まあ、全身が倦怠感とかあるような時とか、だるさとかむくみとか、まあそういろいろ聞きますけど。足冷たいですね。あ、そうですね。なんか今でも靴下を脱ぐと結構冷えちゃったりしますね。冷たいですね。ストレスがかかると、まあ、胃が
うん、結構ダメージ受けやすいんですけども、うん、ストレスとかはどうですか。どうですかね、そんなにないと思うんですけど、ね。どうなんだろう。でも知らず知らずのうちに、そうですね、なんか積み重なってる。そうですね、なんか嫌な人がいるストレスとかっていうのだけじゃなくて、まあ、環境ストレスとか、なんかこうムシムシ暑いとか、ちょっと、まあ、体がしんどくてストレスとかもいろいろありますので、精神的なものだけではないので。階段とかも乗りたくないんですよ、ね。足がだるくてですか。足がだるくて。